アンブローズ・ビアス作。悪魔の辞典。愛上を。あ。愛国者。部分の利害の方が全体のそれよりも大事だと考えているらしい人。政治家に手もなく騙されるお人よし。征服者のお先棒を担ぐ人。愛国心。 自分の名声を明るく輝かしいものにしたい野心を持った者が、松明を近づけると、じきに燃え出す可燃性のくず開悪党。市場へ出す箱詰めのいちごと同じで、人目を引くように並べ立てた諸々の素質を、つまり、上等の奴が一番上に並べてあるのを、反対の底の方から開けてしまった男。裏返しにした、紳士。 悪人。人類を進歩させていく最も重要な要因。悪魔。我々人間のあらゆる災いを創始した者。この世のあらゆる良き者を所有する者。彼を作り出したのは全能の神であるが、彼に生を授け、彼をこの世にもたらしたのは、女に他ならない。浅縄。 植物の一種類で、その繊維質の皮から作った首巻きは、古外で公開演説を済ませた後、しばしば人の首に巻きつけられ、おかげで巻きつけられたものは、風邪をひかないでも済む。あどけなさ。魅力のあるある種の性質であって、女性たちは長期にわたって研究に研究を重ね、かつ自分たちを賛美する男性どもを稽古台にして、 厳しい訓練を積んで初めてこれを身につけることができるのであるが、一方男性どもは、この性質が若かりし日の自分たちに見られた、あの誠実な純真さに似ていると想像して、ご満悦なのである。アフォリズム。前もって消化しやすいように調理してある人生の英知。アマゾン。 女性の権利とか男女平等とかいったものにはさして関心を持たなかったらしい古代の種族の一つ。無分別にも男性の首をひねる習慣があったところから結局自分たちの種族を絶滅させてしまったのは残念なことである。アマチュア。趣味を技量と思い誤り、己の野心を己の能力と混同している世間の厄介者。過ち。 当方のおかす違反の一つであって、他人様のおかす違反の一つとは区別されている。というのも、後者は犯罪であるからだ。安心。隣人が不安を覚えている様を眺めることから生ずる心の状態。安堵の思い。寒い日に朝早く目を覚ましてみたら、日曜日だったと知ること。 い、言い紛らす。俺の彼女を器量がいいと思うか、と友人に聞かれた際、表情豊かな目をしているね、と答える。家、人間、家ネズミ、ハツカネズミ、アブラムシ、ゴキブリ、ハエ、カ、ノミ、細菌を済まわせるために作られた中がうつろな建物。 イカサマイ者。免許状を持たない殺し屋。医者。我々が病気の時にはしきりと望みをかけ、健康の時には犬をけしかけたくなるやつ。移住者。ある一つの国が他の国よりも優れていると考える無学文盲のと。一年。365回の失望からなる一期間。 愛しい人。まだ未発達の段階にある、うんざりするほど退屈な異性。インタビュー。ジャーナリズム界の用語で、いやしい厚かましさが共栄と野心の戯わごとに耳を傾ける国会室。インチキ。政治家の言明、医者の学問、評論家の知識、俗受けを狙う説教師の信仰。一言で言えば、 この世の中。引用。他人の言葉を誤り繰り返す行為。誤り繰り返される言葉。う。上。人類のあらゆる階層のものを苦しめる一種独特の病気で、その治療は通常食事の摂取ないし、食事療法によって行われる。立派な家に住んでいる人々は、同じこの病気にかかっても、 極めて軽く済むことが観察されている。この知識は、この病気の慢性患者にとっては有益である。嘘つき。自由旅行ならぬ、自由悪口の権限を与えられている弁護士、ジャーナリスト、その従事する職業、商売、ないし、転職が何であれ。うぬぼれ。こちらが嫌がっている奴に見られる自尊心。 噂。人の名声を抹殺しようとする暗殺者たちが転んで用いる武器。運命。暴君が悪事を行うときに利用する転居。愚者が失敗をしでかしたときに持ち出す口実。え。え。三次元にある何かある退屈なものを二次元で表現したもの。 エサ。釣り針の味を一層良くするために作った料理。その最上のものが美貌。エプロン。胸につけて、衣服で手が汚れないようにしておく一枚の布切れ。エンジャビーキ。当派の利益になるからといって、ご自分のおばあさんを感触につけること。お 追いはぎ。率直な実務化。横隔膜。胸の疾患と腸の疾患を分けている筋肉でできた仕切り。王子様。ロマンスの中では田舎娘に、現実の世界では友人たちのサイに愛情を施す青年紳士。王兵。高慢で尊大な。 例えば、ウェーターに見られるような。臆病者。危険な非常事態に遭遇すると、足で持って考えようとする人物。親殺し。子供が親に対して加える情けの一撃。これによって人の親たる者は、果たして自分は親であるか否かと、まさぐる苦悩から解放される。かきくけこ。 絵画。平らな表面を雨風から保護する一方、同じその表面を批評家の目にさらす技術。改革。何かある運動の宣伝に使われる言動用のスライド。目的を果たすとたちまち打ち捨てられてしまう。解雇。不幸せな人々に許された最高の贅沢。外交。 祖国のために偽りを言う愛国的な技術。外国語通。自国語以外の諸外国語には造形が深いものの、自国語にはあまり通じていないやつ。会社。個々の人々が責任を伴わないで、それぞれ自己の利益を上げるように工夫された巧みな仕掛け。改装する。様々なことを付け加えながら、 以前には知らなかったことを思い起こす。解放。奴隷が他のものによる暴虐から自分自身による圧勢へとその境界を変えること。快楽。同じ憂鬱の中でも、忌々しさの最も少ない種類のもの。会話。二流どこの連中がお互いに自分の頭脳の中身を陳列し合う共振会。 ただし、誰も彼も自分自身の商品を並べ立てるのに忙しく、隣人が並べて見せる商品を眺める余裕など、全然ないのが普通。学識。学問に勤勉なものの特色である一種の無知。カスタード。どりと目牛と料理人とが悪意を持って凶暴し、それによって作り出した忌まわしい物質。 仮装。人間の冷や肉を温め直す操作。家庭。最後の頼みの綱として訪れる場所、昼夜営業中。火薬。文明諸国が調停しないで放っておくと厄介なことになりかねない国家間の争いを解決するのに用いる力。感謝。すでに受けた恩恵と、 これから期待する恩恵との中間に暗らする感情。鑑定家。ある特別のことについては何一つ知らないところがないくせに、それ以外のことについては何一つ知るところのない専門家。感動。心臓の血が頭へ昇ることが原因で起こる肉体を消耗させる病気。頑張り。 凡庸な連中がそれによって不名誉な成功を勝ち得る、通るに足らぬ美徳。機械。失望をわしづかみにする後期。記念碑。記念する必要がないか、あるいは記念することが不可能なものをあえて記念しようとする意図から建てられる建造物。昨日。青春の幼年時代。青年の青春時代。 老年の過去すべて。気晴らし。全体的な疲労を癒す特定の種類の憂鬱。希望。欲望と期待を丸めて一つにしたもの。義務。欲望の線に沿って利益の方角へと我々を厳しく借り立てるもの。休戦。イコール友情。窮地。 原稿一致が受ける報い。教育。それぞれが理解力に欠けていることを、賢者に対してはこれを明らかにして見せ、愚者に対してはこれを隠して見せないようにするもの。教会。牧師が神をあがめ、女たちが牧師をあがめる場所。競売人。あなたのポケットの中身を、 舌を使ってただいま頂戴いたしましたと気づを使って公に知らせる男。共犯者。他の一人の者と共に犯罪に関係した結果、犯罪の行われたことを知り、かつ、共謀関係を免れ得ぬ者。例えば、有罪と知りながらなおかつ犯罪者を弁護しようとする弁護士がそれ。局外者。 自分自身にはできないことや慣れないものに口やかましく難癖をつけたがる人物。議論。他の人々の思い違いをいよいよ持って強固なものにしてやる方法。金言。歯の弱いものでも噛めるようにと骨が抜き取ってある人間の知恵。銀行預金。銀行を支えていくために行われる事前の寄付。 金銭。そいつを手放す場合を別にすればいくら持っていても何の利益ももたらさないという結構な代物教養の印また社交界への入場券持っていても苦にならない財産空気気前のいい神様が貧乏な連中を太らせてやろうとのおぼし飯から支給してくださる需要分豊かな物質口 男にあっては魂への入り口。女にあっては心の出口。苦痛。不愉快な気持ちの一つで、体に対して何事かが加えられるという肉体的根拠を持つ場合もあれば、完全に精神的なもので、他人の幸運が原因という場合もある。クリスマス。他の人は区別して取ってある特別の一日。暴食、酩酊、涙もろい干渉。 贈り物を頂戴すること、世間一般の怠惰、および家庭における行事に捧げられている。経済、入りもしない人たる分のウイスキーを買うだけの余裕のない、目牛一等分の値段を払いまでして買い入れること。刑事、市なり県なりに雇われている役人で、罪が犯された後になってから犯罪を探り出す。刑図、 自分自身の血統をたどろうなどとは別に考えてみもしなかった祖先からいかに血統を引いているかを記述したもの。軽蔑。下手に反抗しようものならただでは済みそうにもない手強い敵に対して身長孤児が心に抱く感情。刑務所。友人たちが格式の高い施設に入れてやるだけの金銭上の余裕がない場合に一時的な精神異常者を収容する 三流床の下宿や。狡猾。獣にしろ人間にしろ弱い奴を強い奴と区別する能力。幸福。他人の不幸を眺めることから生ずる気持ちの良い感覚。合問題。とかく議論の多い道具であって、かつては誤った信仰を熱狂的に報じている者を説得し、 生きた真実を抱かせようとするのに盛んに用いられたもの。強欲。勤勉を書いた先を見越しての倹約。力の節約。呼吸。馬の尻尾で猫の腹渡をこすることによって人間の耳をくすぐったくさせる道具。告発者。かつての友人。 特に親切心から何か世話をしてやったりしたことのある人物。国民投票。提出された法案を一般投票に託して、世論のコンセンサスならぬノンセンサスを知るための法律。国会。法律を廃止するために会合を持つ人々の集団。子供時代。人間の生涯において、 白地も同然な幼年時代と愚行に満ちた青年時代との中間に位置し、罪多き壮年時代からは2段階、悔い多老年時代からは3段階、それぞれ隔たっている一時期。好み。一つのものが他の一つのものよりも勝っているという誤った信念から生ずる感情、もしくは気分。ごま。 通常、開けごまなる制クの中で使われる効果。娯楽。失意をいよいを増大させる一つの工夫。知的無力症を癒す穏やかな運動。殺す。後継者の使命を行うことなく空席を生じさせること。梱棒愚か者の頭や肩につける外用薬。